私病院行ってたからね。襲撃された事件で、容疑者とみられる41歳の男が死亡していたことが分かりました。この事件は去年11月29日、東京都立大学南大沢キャンパスで教授宮台真司さんが男に刃物で首などを切りつけられるなどして重傷を負ったものです。警視庁はこれまで2度防犯カメラ映像を公開するなどし捜査を続けていて、おととい神奈川県相模原市に住む